やがて一日が無限の彼方に消えようとしている。深い夜の静まり、遠くの記憶を呼び戻し、忘れかけていた歌が蘇る。今日もまたそれぞれの思い出を乗せて過ぎていくこのひととき。クロスオーバーイレブン。旅行をしていると奇妙な人物に出会って、後々までその人のことが忘れられないことがよくある。あれは私が初めてアメリカの土を踏んだ時のことだから、もう14年も前である。まずロサンゼルスに着いた。訪ねたいオフィスがいくつもあったので、市内地図を買うべき書店に入った。番地入りのなるべく詳しい地図をというと主人が出してくれた。念のために広げてみると、両手をいっぱいに伸ばしてもまだ間に合わない。書店の親父が笑いながらこう抜かした。どうだ、ロスは大きい町だろう。とっさに私は地図を横にして、うん、大きいけれども薄いねと返した。親父はうまいことを抜かす、代金はいいから持ってきなと私の肩を叩いた。Thank you.
時計はもうすぐ12時を回ろうとしている。今日と明日が出会う時、クロスオーバーイレブン。スクリプト西尾忠さん、そして私石橋蓮司でした。時計は12時を回ろうとしている。今日と明日が出会う時、クロスオーバーイレブン。スクリプト西尾忠さん、そして私清水浩二でした。Thank you.